はい、こんにちは、しおです。今日もスプラトゥーン3、サイドオーダーやっていきますということで、前回までスプラシューターを使ってたと思うんですけど、今回はスプラマニューバーでいきたいと思います。ちょっとあれです、気分転換です。落ちちゃった。こんなところでライフを1個使ってしまった。うわあ、魅力的だ。そんなに変えれるのか。うん。よし、OK。三角ボムもあったら三角ボムに変えたいな。いや、こっちのが欲しいか。いや、イカ速。いや、こっちにしよう。激ムズだけど。もうなんか、いいや。自暴自棄になりつつあるけど。でも鍵はゲットしたいからな。10回までには10回までは行きたいよね。オッケーオッケー。あ、いいね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 。あ、スペシャル缶詰使っちゃった。もったいねー。もういつもそう。あわーっと落ちたよ。いや、降りるんかーい。あー、まずい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 、危ない。オッケー、一回退避してゆっくり行こう。危ない危ない危ない、めっちゃある。あ、ちょっと回復。激ムズダメだな。全然ダメだった。5回まで行けたから、まあ500は手に入るか。おとなしくシューターで行こう。ドローンゲージアップ、ここを出るようにするか。じゃあ姫ちゃんをもうちょっとね、有効活用していきたいんだよね。せっかくこんなに心強い味方がいるのに、ほぼ一人で戦ってるから。チップフィーバー。あ、あれか、姫ちゃんのドローンチップか。うわ、これ姫ちゃんドローンで強化したら強いな。いや、これ姫強化ありだな。経験させることによって。うわ、えらいこっちゃ。強っ。こんだけ詰めたら強いな。フィーバー、ナイス玉か。うわ、ナイス玉にしようかな。ちょ、ライフも回復して。ライフも回復したいし、ナイス玉にしたいし、ライフとナイス玉にしよう。移動ドローンゲージ、あってもいいが、いっか、つけちゃおう。姫ちゃんを強化するやつが来ないんだよな、チップが。
めっちゃディスクある。あ、待って、ディスク、うー、よしいいね。初めてじゃない、ディスク使ったの。チュートリアル中というか、イダちゃん助けるまでは一回あったけどさ、それ以外で初めての気がする。かなり上の方まで来たんじゃね。はい、最上階まであと少しです。よっしゃ、このまま全部解決してさっさとワールドツアーに戻るぞ。テンタクルズか。ここから出て君たちの音楽を聴くのが楽しみだ。ようよう聞いて腰抜かすんじゃねえぞまだツアーの日程も少し残ってるし、よかったら水田もハチさんと一緒にライブに来てね。あ、考えておくよ。飛行機とか乗ったことないけど。かなりぐるぐる巡る屋根のフロア。ドローンなし、アイテムドロップなし。マジか。私は動けねえし、敵からアイテムも出ねえ。でもハチはできる、信じてる姫ちゃん結構姫ちゃんに助けられてたからな。まあでもアイテムドロップなしなのはまあ良くないな、良くないな。あ、ちょっと休憩。危ない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 。オッケー。ピンチになったらあれ使おう。ナイス玉。関門結構長いぞここ。行け。行け。行け。いいね。あ、関門。オッケー。ちょっと回復。わ、ちょっと一回ナイス玉やろうと思ったらもう何にもいなくなっちゃったそんなことある。よーし、いけた。あ、ちょっとやめて。オッケー、オッケー。え、ストップ。オッケー。勝利の勝利のナイスワン、やったーやったー、やっと30まで来れた。さあもうちょいや。いよいよ最上階か。次のフロアにはきっとオーダーがいるはず。ハチさん、私も一緒に行きます。こんなことになった原因は私にもあるんですから。イーダー武器持ってねえんだぞ。危ねえじゃん。それでも私が行かなきゃいけないんです。言い出したら効かないんだよな言い出なら武器なしでも自分の身くらい守れるだろう。問題ないんじゃないか。水田ありがとう。しゃあねえな、あんま無茶すんなよ。はい先輩。水田は来ねえんだな。足手まといになるのはごめんだ。僕はここで君たちの戦いをモニターしているよ。わかった、ならばっちり見ててくれよな。いざとなったら飯田を頼むぞ。よっしゃ、準備はいいか。ハチ、飯田、決着をつけに行くぞ。オッケー。はあ、ついに来たね。パレットこんな感じです。4つ埋まんなかったわ。まあでも、なんとなくでいけてるから。いけるでしょう。2回死ねるから。え、2回は死ねないか。1回死ねるから。ここで倒さなきゃ意味がないわけよ。ボムを結構強くしちゃうからね。わーお。わーお。すごいね、これね。あ、なんか、スタジオみたいなのあるよ。行きましょうか。いたぞ、オーダだ。秩序の世界、それは絶対的な安定。欲望のない世界、争いのない世界。すべてのものが今を受け入れ、変化を望まない世界。すべてのものが心安らかに生きる世界。穏やかな世界、それを否定する理由。エラー、理解不能。確かに混沌とした世界はすごく不安定で、明日が怖くなったり少し疲れちゃったりもします。ずっと今のままでいたいと願ったこともありました。だけどいろんな色が混ざり合った先には素敵な景色が待ってるかもしれない。
私はそれを先輩やハチさんや水田たちみんなと見てみたいんです。秩序を望み、私を生み出し否定する存在。エラー。思考プロセスに重大なエラーが発生。秩序の破壊者ども、うわー読めなかったけど、なんだー、どういうあれが出てくる。おお、タコ、うわー気持ち悪い、大ダコまさかの大ダコできた。こんな可愛くないタコは初めてだよ。まずはあいつを倒せばいいのかな。インコがない、インコが。一回やっとくか。 OK、 いいね。なんだ、お、来た、直接狙える、 OK。 うお、えい、脳天、いいね。これ別に目ん玉狙わなくてもいいのかな。あ、バッテリーが少ない、ちょっと今やめてよ。再生プロセス、オッケー、ここ足で、あとは3個になったか。ナイスメガホン、めっちゃ黒いんだけど、あ、これか、OK、ナイスもたまり割とノリノリなのいいな、この人。オーダー。おお、待って、死ぬ、危ない、どこまで追っかけてくんねー。オッケー、えい、あ、ナイスだ、ナイスだ、今の我ながらナイス判断。 OK、 最初でチェックポイント入ったね。壁塗っとこう。本当に物資やはり危険だ、聞いてるみたい。そうね、メガホン、まずい、危ない、インクがない。 OK、これ使おう。あ、どこ投げとんねん。まあいいや。まずい。うお。うわ、マジかよ。サメライト。サメライトじゃない、あんなの。爆発が早すぎる。行くぜ。よかったライフ。ああ、早い。
次何してくる？あ、オッケーオッケー。ちょっとちゃんと見とかんと。サメライド連続発生って言ってるわ。終わった、サメライド。終わったね。避ける。回復回復。待って、サメライド来てね。あ、やばいやばいやばい。オッケー。いやー、激しい攻撃が。何が来る？サメライド。サメライドはインクレールで下に逃げる。上、下じゃないこれ、上。行け。おお、かっこいい。いいね。免疫プログラムって何？ほら、いい加速で逃げる。意外と早いな。でもこっちも結構早い。危ない危ない。よし、逃げろー逃げろー。何が来た？あ、雑魚か。あ、よし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 。第一形態か。ここまで見てるな、でかいの。恐るべき混沌の力。しかしたった今プログラムは完了した。世界にあまねく秩序の平穏を。なんだ、あ、そっちも。そんな間に合わなかったなんて。世界から色が失われていく。飯田ちゃん、なんとかして。オーダーのプログラムを除去します。国内のスピードが速すぎる。え、ミサちゃん？なんでミサちゃんだけ色があるんだ？今の状況で。あ、何これ。お、これタイミングある？わかんねえ、わかんねえ。合ってんのこれ。いや、でも曲続いてるから合ってんだよな。あ、なんだ、なんか出てきた。なんだあれ。あ、ハチじゃん。ハチ行くぞ。かっこいいな、この演出。おお、来た、姫ちゃん。あ、ハチのグルーヴだったの。オーダートラック、やっぱ最高だ。寝てる場合じゃないよな。ビートよこせ DJ。 おお、あ、そのブースだったの。ミスタちゃんもあれだよね、普通に演奏できる人だもんね。あ、いいね、かわいい。なぜ動ける、なぜ抗う。このままこそが幸福だというのに。こちらとらワールドツアーの真っ最中。こんなとこで止まってらんねんだよ。全体ライブなんて真っ平ごめんなっつーの。そうだろお前ら。きたー、メガホンなし。
おお、お、ちょっと色が戻ったぞ。あ、え、出てきちゃった。大丈夫かな。体が勝手に動く。それタコワサ将軍の多分遺伝子組み込まれてない。こんなものはプログラムいない。想定外のエラー。プログラムされた世界なんだ。つまらねえ。かわいい。あ、ドローになるのね。いきますか、姫ちゃん。私らの色で塗りたくる、出てくる。いくぜ。なんでやろうと同じだ。ヘイ、パレットが空っぽになってる。マジかよ。さっきオーダーが何かしたせいか。見てください、そこのポータルの中にカラーチップが閉じ込められている。ポータル、いろいろ盛り上がってきたじゃねえか。このアンコール決めてやろうぜ。ハチ、かわいい。オーダーがノリノリなのかわいい。ポータルどこ。あ、ポータルってこれか。目の前に、あ、これいっぱい入ってんじゃん。壊してっけ。あ、いい、アレンジ。この曲大好きなんだ。ちょっと壊せ。あれ、オッケー、カラーチップゲット。ナイスマン、いくぜ。なんか落ちたぞ今。あ、でも先にカラーチップ取り返そう。これあれだね、なんだっけ、何が来た、メガホンか。これさ、危ねえ危ねえ。あんまり関係なかったな。オクトエキスパンションの時この曲だったんですよね。なんかカラーチップおかしくない。私の持ってるカラーチップ違うのついてる。なんかめっちゃ強いんだけど、このカラーチップたち。あ、てかサブインクの量もすごい投げれる、これやば。いやー気持ちいい。あ、もう一個あるわ。いや、やばすぎやばすぎやばすぎ。フィーバー。おいおい、出てこい。あ、なんか揃ったぞ。色が溢れていく。あ、メガホンメガホン、ボルテージマックス、メガホンセット。うわ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 、すごいすごいすごい。ほんとだよ。いけ姫ちゃーん。強すぎ。かわいい。てかその格好でも全然威力出るんだな。いけー。すごい気持ちいいウェーブだったな。想定外のエラー。ん？あ、消えた。やったか？ん？なんだ？あ、かわいい。え、なに？わぁ、かわいい。くしょー、あとちょっとで秩序の世界を作れたですのに。これは、オーダーはほとんど力を失ったようですね。もう悪いことはできないでしょう。これにて一件落着ってやつだな。おい、ちっこいタコ、さっきの曲よかったろ？お前には特別にチケット送ってやっから、ライブはまだよく参加しろよな。先輩。先輩。粉子になった。さて帰ろうぜ、私たちのハイカラスクエアへ。え、これ今度からハイカラスクエア行けるのか。なんだ、おお、エレベーター。姫ちゃんのあの服かわいいな、やっぱり。終わりかな、これね。これ多分できる人は一発で
スルッといけるんだろうな。私はもう2回も3回もあれしちゃったけど、4回目 ?5 回目かな、クリアしましたね。まあクリアはしたけどね、あのストーリー的にはクリアだけど、まだまだやり込みしまくれるのでね、ちょっとまたずっと私はやっていきたいけど、まあ動画はここで終わりかな。何かあるわけじゃない、新曲ですねこれ。またなんかエレベーター下がっていくかと思ったらどんどん登ってるんだけど、大丈夫これ。今の姫ちゃんパートか、なんか姫ちゃん歌普通に歌ってるの珍しい。Thank you for playing. こちらこそ。なのに、あ、蜂がチラ見してきた。じゃあ終わりましょう。さっきはなんか雰囲気に流されかけましたが、まだ子猫は諦めないのです。みんなの願い、色のない秩序な世界のために。ああ、オーダーピアス。あ、オーダーピアス良さそう。エモートもゲット。やったー。あ、来たー、懐かしいあれ、ロブのお店ある、あれ。あ、違うかな。ああ、いるー。いや、これで、全シリーズの街が揃いましたね。あ、左上にワールドツアーの広告貼ってあるぜ。あ、ニュースも新しいの出てるかな。で、今聞いてもらった曲はラジオネームバンカラ最高班からのリクエストで、デッドフィッシュフューチャリングテンタクルズ。あ、なるほどね。あ、背景はあれなんだ。あの、デッドフィッシュっていうか、水田ちゃんは、あの、あれなんだね、絵なんだね。で、早からもんの曲ではないか。この番組はバンカラジオだぞ、バンカラジオ。まあまあ、打つ方かて、あの人らの実力は認めてはったやないの。テンタクルズ言うたら、ワールドツアーを終えて早からスクエアにも帰ってきたっちゅう話。あ、そうなんだ。えいえい、そうそう、ツアー直後に新曲を発表して、そのインタビューで姫さんがさ、私らの戦いはまだ終わっちゃいねえって言ってたの超クールだったよね。ワールドツアー終わったんじゃろ、やり残したことでもあるんかの。ん、なんや、臨時ニュースがあるらしいね。ああ、なんじゃ。それからスクエアで縄張りバトルが再流行、バトルに参加する若者たちで街は大にぎわい。またハイカラな話か。ハイカラスクエアはぼーっとしとる人ばっかりの街になっとったのちゃうの。なぜか急にみんなやる気を取り戻したらしいよ。でもまだ元に戻ってない人もいるみたい。まあ誰しも多かれ少なかれぼーっとするもんじゃ。万太郎なんか最近ぼーっとしまくりであったぞ。それを言うなら二人だってしょっちゅうポカンとしてたでしょ。まあその話はええやん。うちらのこれはハイカラスクエアの件とは関係あらへんのやし。ああ、やっぱみんなも取り込まれてたんだな。全然関係ないじゃろうな。今こんなとこやな。おお、それじゃあこれにて落着。ほな、かいさん帰ってきた。ようこそハイカラスクエアへ。どうも。ここは今一番生かした奴らが集まる大通りだ。あれ、スパイキーもいいんじゃん。目の前にそびえ立つのがデカとは。え、じゃあ待って、バンカラ街はスパイキーどこ行ったんだ。ハイカラスクエア名物の超高層ビルだ。デカタワーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。お店屋さんとか誰がやってんだろうな。エスカベースと呼ばれる生かしたお店が並んでいるエリア。バトルで活躍するために生かした武器やギアはここで揃えようと。うん、バイトね。イカっちゃね。駅の入り口はこっち。はーい。ま、そうやらまだぼーっとしてる住人がいるらしいが、事件はもう解決したんじゃないのだろうか。駅からは秩序の町に行くこともできる。後で様子を見に行ってみよう。はーい。以上、町を見て回るもよし、事件の匂いを追ってみるもよしだ。はい、からスクエアを楽しんでくれ。ちょっとちょっと、スパイキー。え？
グソクさんいいんじゃん。うわあ、封鎖されてる。グソクさん元気そうで何よりですな。この人は消しゴムとかいっぱいくれた人だった気がする。違うか。なんか可愛いもの好きなんだよね。あのぬいぐるみ私も欲しいな。スパイキー。あんたオフラインってやつ。ごめんなさい。待って、じゃあさ、じゃあだよ。バンカラ街は誰がいるの？いるよ。スパイキーがいるよ。それは違うじゃん。厄介オタクみたいになっちゃった。ちょっと戻ります。スクエアに。みんないる。靴屋。シガニーさんだっけ？あれ、リガニーさんだっけ？いや、シガニーさんだな。どうも。あ、ごめん、ごめん。わかったわかった。オフラインだって怒られる。そっか。じゃあ、この二人の見ながらお別れしましょうか。はい、ということで、ここまでのご視聴って言おうとしたけど、秩序の街、何かあるかもしれないから、一回入っとこう。お、よ、ハチ。ハチさん、また来てくれたんですね。そうね、姫ちゃんかわいい。飯田ちゃんももちろんかわいい。オーナーの暴走を止めてくださったことを、改めてありがとうございました。いえいえ。おかげさまでオーダーは力をほとんど失い、これ以上誰かが巻き込まれる心配もなくなりました。これで事件は解決だと思ったんだけどな。はい、実はネリバースに残ったパレットに問題があることが分かった。ほう。パレットはネリバースに取り込まれた方の魂の一部ということは以前ご説明しましたよね。そうね。どうやらオーダーが無理やり魂を取り込んでパレットにしてしまったせいで、魂の持ち主を守るためのパレットの設定がめちゃくちゃになってしまったみたいなんです。うん、なるほど。セキュリティに重大な問題があるってわけ。そうなの。放っておいたら何かのきっかけで現実世界に悪い影響が出るかもしれない。パレットは塔の最上階にあるコントロールルームへ行けば再設定して安全な状態に戻すことができます。安全な状態にすることがね、できます。ただ再設定できるのは、その時使っていたパレットだけ。つまり全てのパレットで塔を登りきる必要がある。なるほどね。あのロッカーにはまだパレットの反応があります。残りのパレットも回収しないと。要するに全部のパレットを手に入れて、片っ端から塔のてっぺんまで持っていけばいいんだろ？つっても結構大変そうだけど。ぼやいていたってしょうがねえしな。ハチも協力してくれんなら、百年力な、あたしらでやってやろうじゃん。先輩頼もしい。かわいい。あ、そういや、ロッカーの裏の方に誰かいるっぽい。へえ。あ、あの人。ロッカー開けてその後に見に行ってみようぜ。え、でも、鍵持ってなくね？あったわ。あ、これで寿司が使えるようになるんだ。わー。ちょっとじゃあロッカー1個開けちゃおう。9番にもあるね。あ、開発日記。こんにちは。勇ましきタコさん、あなたが現れるのを待っていました。夢エビさん、どうも。この世界に変化をもたらすもの、あなたは成し遂げました。しかしまだ終わりではありません。私は夢エビ。ここ、そしてここは夢エビの露店です。様々な品を真珠と引き換えできます。それらはロビータマツから受け取られるでしょう。どうかあなたの望むものが見つかりますように。あー、こういうのか。あれ、パンケーキ欲しい。これはステッカーか。え、これいいじゃん。プレートはこれ。ギアも手に入るようになるんだな。そのうち。ハイリスク、ハイリターンをハッキングできるようになった。ハッキングの効果を小さくした状態で秩序の塔をクリアすると、もらえる真珠はいつもより増える。最大3倍。クリアできないと真珠はもらえないのでご注意。ああ、なるほどね。やり込みというか、縛りもできるよって感じか。これが縛りね。
あ、じゃあこれは最後にとってもうあと自由にやりますよみたいな感じか。いいじゃん。またひとまず303あるから、これを買いやってみたいな感じだね。まあこっからはやり込みなので、まあ特にお見せすることはないかな。ちょっと今回スプラシューターだけで行ったけど、ほぼほぼ私のね持ち武器がローラーなので、ローラー来たらもう一回ぐらいやった方がいいから動画でとか思うけど、まあまあそれは持った時に考えます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またよかったら別のシリーズでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。